か。おお、美味しそうじゃない。あ、いいんじゃないんですか。どうも、チューリーのおじさん、チョーです。ということで、今回はですね、皆さん人生に一番大切な袋が3つあること、皆さん知ってますか。1つはお袋ですね。で、2つ目は堪忍袋、そして3つ目は酒袋です。僕です。どうも、酒袋です。ということで、今回ですね、やっていきたいと思うんですけども、僕はもう限界なんですよ。見てわかるでしょ、限界なんですけども、限界でも使える、まあ、なんとね、締めに挑戦しています。それはね、この本があるからなんですね。この本があればね、僕はね、何でもできるんですよ。これはもうシラフの時の僕が書いたレシピがこうやって載ってるんでね、これを見ながらね、やっていきたい。このレンジ革命っていう本ですね。だからね、これやっていきたいんですけども、やってもいいかな。いいとも。リュウジのバズレシピ。材料紹介はね、このまずこのレンジ革命1つですね。ハイボールが1杯、そしておまけでこの牛肉ですね。これ牛肉 100g です。牛肉 100g とご飯1パック、そして玉ねぎが1/4個、 50g ぐらい。なんと大体それだけ。あと、まあ紅生姜と小ネギがあるといいよね。いいよ、あると。じゃあやっていこうか。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、玉ねぎをね、切っていくんです。僕はな、もう慣れたもんだぞ、これは。だから薄切りにします。よいしょ。じゃあ 100g、 100g 入れます。で、玉ねぎをこう入れていく、入れていく。で、これはね、3倍濃縮のめんつゆが大さじ1杯ね。で、2倍濃縮だったら大さじ1半くらい入れてください。で、ここで使うのはね、焼肉のタレ、ね、黄金の味。めんつゆとこの、焼肉のタレを1対1で混ぜたタレ、これアホみたいにうまいんでね、これ大体この味付けで OK。 これは本当にね、見つけたやつ天才だと思ってます。なんとこれだけよ。これをラップして4分です。じゃあ先にご飯温めてもいいけど、まあ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 、先にじゃあ具を温めます。じゃあ4分です。じゃあ今4分やってます。4分のうちに僕はどれだけハイボール飲めるか大会やります。ギュギュギュン。はい、ということでですね、もう何がどうなったんだ。はい、どうなんだい。はぁ、おぉ、美味しそうじゃない。あ、ご飯温めてない。ご飯温めますから2分待ってくださいよ。2分ジャスモーメント。ご飯ができました。おめえの出番だ、ご飯。肉を飲みます。熱々のご飯に乗せていきます。いいですね、いいと思いますよ。これはネギですね。ネギをパラパラっとこうするとどうですか。そして紅生姜、紅生姜の赤が入ると牛丼っぽくなるんです、これは。はい、ということで世界一簡単な牛丼の完成です。はい、それではいただきましたので、いただきたいと思います。いただきます。ビール、やっぱ牛ビーでしょ、牛ビー。じゃあいただきたいと思います。いただきます。右手に牛丼、左手にビール。いただきたいと思います。いただよ。あ、うまっ。え、マジ？めっちゃ、これちょっとめっちゃうまい。これちょっとふさふさとします。達也、いきます。うい、乾杯。いただきます。うまっ。うまいよこれ。めっちゃうまい。めっちゃ簡単でこんなうまいですか。これはお店、まあめっちゃおいしい。うまいじゃんこれ。さっと作ってこう書き込めてうまいって最高っすよね。そう、似てないんですよこれ。
最高、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。深夜2時半ぐらいにベロッベロに酔っ払ってわらも帰るってなった時にふっと横に牛丼屋の明かりが灯ってる時にそこに入って食べたい牛丼なので作ってみてください。これでもう味の感想がなんか全く見ない。焼肉のタレ使ってるからこう奥深い味になってる。なんか二人ともないんだけど、とりあえず達也にそんな難しいことってできない。やめて、いじめるの。伝わってるならまあまあいいや。たっくんはそういう感じじゃないじゃん。感じじゃない、それ。